同じく12日、西武池袋線石神井公園駅からすぐの石神井公園区民交流センターでは、50回目となる消費生活展が開催されます。こちらでは日常生活のヒントとなるようなパネル展示やリサイクル品を集めたバザーなどが予定されています。午前10時から午後4時まで行われていて、入場は無料です。